あのアメリカも、ついに切れたのかもしれないよ。何何何があったの？どうやらアメリカが、原子力空母3隻と軽空母2隻を朝鮮半島周辺に集結させているという、驚きの事態が発生しているみたいだぜ。ベトナム戦争以降、ここまでアメリカが空母打撃群を集結させたことは今までなかったわけだしね。今回のアメリカの行動には一体何の意味があるんだろう。その辺も含めて、今回はアメリカの本気度や、東アジアの情勢を中心に詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。アメリカ軍事専門メディアの米海軍研究所 USNI ニュースによると、2022年1月18日に3個空母打撃群 CSG、1個遠征打撃群 ESG、1個両用即応群 ARG が配置されている状況だというよ。空母打撃群は空母と飛行弾、護衛艦潜水艦から構成されており、明らかに攻撃力を有している強力な部隊が展開されていることになるね。2022年1月時点で、本土を離れて作戦行動中であったアメリカ海軍の原子力空母は計4隻。このうち地中海で中東関連の任務を担当するハリー・トルーマン CVN-75 を除いた、残り3隻がインド太平洋に集結している形になるんだ。この3隻とは、横須賀に前進配備されたロナルド・レーガン CVN-76、インド洋で作戦行動を終えたカール・ビンソン CVN-70 はインド洋で作戦を終えた後、フィリピン海で確認されているぜ。そして1月10日に母港サンディエゴを出港したエイブラハム・リンカーン CVN-72 は、1月18日現在で日本近海にやられており、まさに異例中の異例と言える布陣だな。布陣といえば、カール・ビンソンが率いる空母打撃群から遠くないところには、強襲揚陸艦アメリカを主軸とする遠征打撃群と、同型の強襲揚陸艦エセックス両用即応群が布陣している状況だよ。ちなみにアメリカ LHA6、4万5000トンとエセックス、LHD2、4万1000トンは他国の軽空母より大きく、実質的に軽空母と呼称しても問題がないスペックなんだ。これらの空母群には、最新ステルス戦闘機 F-35 が搭載されていることも見逃せないよね。カール・ビンソン・エイブラハム・リンカーンは F-35C 空母搭載型を、アメリカ・エセックスは F-35B 垂直離着陸型をそれぞれ搭載しているので、かなり強力な攻撃力を有している状況となっているよ。このように、空母3隻と強襲揚陸艦2隻が同じ時期にインド太平洋地域に現れたのは異例であり、アメリカの金融分析家ケビン・ベイカー氏はツイッターでベトナム戦争以降、この地域での最大の空母集結とし日本の海上自衛隊もアメリカ海軍と共にいるはずとコメントし、海上自衛隊がアメリカ海軍と共同歩調をとっていることを示唆したようだね。実際に、海上自衛隊の公式発表では、2022年1月17日から22日にかけて、空母カール・ビンソンとエイブラハム・リンカーンそれぞれの空母打撃群と海上自衛隊護衛艦ヒューガが、沖縄南方のフィリピン海上で共同訓練を行っていて、アメリカ海軍も自由で開かれたインド太平洋地域を守るために、海上自衛隊護衛艦との共同訓練を実施したと公式発表し、訓練の事実を認めているよ。これらの空母2隻以外には、アメリカ海軍からタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦レイクシャンプレインモービルベイ、アレイバーク級ミサイル駆逐艦チャフィーグリッドレイスプルアンス、強襲揚陸艦アメリカエセックス、ドック型揚陸艦パールハーバーが加わっていたようで、尖閣諸島の花の先とも言える位置で、中国に対して牽制行動を行ったものと思われているんだ。この牽制に刺激を受けたのか、この訓練が終了した翌日には台湾の防空識別圏 ADIZ に中国軍機の編隊が侵入、殲16戦闘機24機、殲10戦闘機10機、YQ 輸送機2機、Y8 対戦哨戒機2機、核爆弾を搭載可能な H6 爆撃機1機の39機が台湾領空を侵犯したよ。訓練を行ったのは日本とアメリカなのに、なぜ台湾を領空侵犯する必要があったのか、関係ない国を巻き込まないでほしいよ。中国の姿勢からはアメリカを直接刺激したくない声と、アメリカ空母打撃群の動向を調査するために非行動に出たのと、この3つの理由があると見られるな。ちなみに、中国からは特にこのことについてのコメントは発信されていないようだぜ。カール・ビンソンとエイブラハム・リンカーンは、海上自衛隊との訓練後にはそれぞれの空母打撃群を率い、1月23日に南シナ海に展開し、対潜、対空、対水上艦訓練などを実施していて、アメリカ海軍では同盟国へ安心を与え、有害となる影響に対抗し排除するための決意を示すとして、
中国に対する示威行動を行うことを明らかにしているよ。2022年2月には、横須賀基地で整備を続けている空母ロナルド・レーガンの整備も完了し、いつでも出航可能な状態になるとされており、最終的には東アジアにおいてアメリカ海軍の空母が3隻展開されることになり、これは2017年11月に北朝鮮が核実験や弾道ミサイルの発射実験を繰り返した時以来となるね。2017年11月の時には、空母に3つセオドア・ルーズベルトがアメリカ本土から来訪し、横須賀を母港としているロナルド・レーガンと合流し、日本海で軍事演習を展開し、この演習には韓国海軍艦艇も参加した実績があるんだ。そのため、今回の空母群集結も北朝鮮に対する警告性のメッセージではないかという解釈がなされているよ。実際、2022年になって、北朝鮮は4回のミサイル挑発をし、北朝鮮の金正恩国務委員長は核実験大陸間弾道ミサイル ICBM 発射中止の見直しを示唆し、アメリカに対して直接対話を暗に訴えている状況だからね。ちなみに、2017年11月のアメリカ空母群集結時には、北朝鮮も一時的にミサイル発射実験を中止し、その後韓国との対話路線に転換した経緯もあることから、アメリカが何らかの威圧的な意図を持って空母群を日本近海に集結させていることは間違いないようだぜ。なお、この時点で北朝鮮からはアメリカに対する公式的な反応はないものの、韓国に対しては水面下でアメリカとの交渉の仲介を依頼しているのではないかとの説や、韓国に対しては米韓合同訓練をやめろと韓国に対していつものように圧力をかけている説も出てきているな。また、2017年と違う点は、演習を展開している海域がフィリピン海及び南シナ海であることだね。前回は日本海に展開したという意味で、北朝鮮のみをターゲットとした威圧的行動だと思われたんだけど、今回は中国がメインの相手であり、北朝鮮はついでにプレッシャーをかけておいた、と見てもいいかもしれないね。今回の出動時に、韓国海軍には及びがかかっていないことなどから考えれば、明らかに中国への警告であり、北朝鮮はそのついでと見てもいいんじゃないかな。アメリカがこのタイミングで、あえて中国を刺激したのがオリンピックを睨んだ行動であったとも言われているな。2022年2月から北京での冬季オリンピック開催を控えている中国は、世界平和を希求する国家としてのイメージ作りに躍起なことから、活発な軍事活動を控えているんだが、そのタイミングを狙ってアメリカがプレッシャーをかけていると見てもいいんじゃないか。アメリカもなかなか痛いところをついていくね。ただし、アメリカもこれ以上中国ばかりを相手にしているわけにはいかないんだよね。2022年1月になって、ロシアがウクライナへの侵攻を示唆しているウクライナ危機が続いていることから、西と東でロシアと中国が同時に暴発した場合、アメリカがどこまで対応できるのかといえば、少なくともアメリカ自身には二方面作戦を展開する際の不安があるんだろうね。そして、中国の動きに合わせて北朝鮮も暴発することがあれば、もはや日本を戦争に巻き込むななどと叫んでいる場合ではなくなり、日本に何らかの被害が降りかかってくるのは間違いなく、降りかかる日の高毒力で、払わなければならない状況にもなりかねないんだ。2020年代になって、航空兵力の優位さが軍事力の優位を生むことは、どんな軍事アナリストでも納得できることだよね。そういう意味では、中国が空母を保有し、さらに空母を建造している事実、そして南沙諸島や尖閣諸島、台湾などで領土的野望を隠そうとしていないことは、アメリカとして看過できることではないんだ。中国をこのまま放置していると、あの北朝鮮ですらアメリカ恐れるに足らずと図に乗って、超音速ミサイルをガンガン撃ちまくってしまうわけだからな。だからこそアメリカとしては、中国と北朝鮮に対しては何らかのプレッシャーをかける必要があったんだね。そしてロシアに対しても同様だね。ウクライナをめぐってアメリカとロシアが直接対決の構図を見せているわけだけど、アメリカからすれば極東地域において軍事的優位を見せることで、ロシアの暴発を抑制する意図があることは十分に考えられるんだ。ロシアとて、ウクライナと対決するだけの戦力は十分に有しているものの、その後ろ盾である NATO、そしてアメリカまでを敵に回して戦うことは考えていないはずで、アメリカがどこまで本気なのかを知りたがっていることは事実だと思うよ。そして、その答えが極東に空母3隻が集結というものであったならば、ロシアは今までの威圧一辺倒な態度を改めることになるだろうぜ。1月28日には NATO の東欧地域へのこれ以上の拡大を望まないなどと、自らが手を引く交換条件を暗に示唆しているくらいだしな。プーチン、習近平、そして金正恩、彼らの全てが話してわかる相手ではないのは、
彼らの言動から明らかであり、その野望を思いとどまらせるにはその野望を砕くだけの戦力を見せつけるしかないもんね。そういう意味では、アメリカの今回の行動は強烈な G 行動になっていることは間違いないよ。そして、日本も同盟国として何らかの対応を迫られていることは、十分認識しておく必要があるんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。